駆け井敏夫さんはじめにご挨拶お願いします、はい、皆さんこんにちは、駆け井敏夫です <laughs>、えー、もう皆さんには見られてしまいましたので何の言い訳もできませんいかがでございましたでしょうかありがとうございます、えー、我々は今日のこの日に向かって一昨年の七月から、えー、邁進してきたわけでございますスタッフに至ってはもっと前からでございます えー、しかしですねこのパトレーバーという作品我々だけのものではありません皆さんと一緒に育ち熟成してまいりました私は今日この作品を皆様に捧げます本当にありがとうございましたありがとうございます続いてマノエリナさんお願いいたします 皆さんおはようございます泉野明を演じました間野えりなです、えー、私はありがとうございますあの公開初日シリーズ毎回舞台挨拶をさせていただきまして第1章が始まった頃の舞台挨拶はこれからいろいろ始まるんだとワクワクしていたんですけども、えー、今日の舞台挨拶はあこれが初日舞台挨拶は最後なのかとちょっと寂しい気持ちもあるんですけども、えー、公開 されてしまったのでこれからは皆さんにたくさん見ていただいて皆さんの力もいただいてこの作品がもっともっと大きくなればいいなと思っておりますよろしくお願いします <laughs> ありがとうございます続いて福士誠二さんお願いいたしますはい塩原優馬役を演じました福士誠二です本日はありがとうございます本当 <laughs>、えー、初日舞台撮影 えー、ここにみんなで立てることがとても嬉しいです。えー、僕もこの作品にかける思いで今日は髪を切ってまいりました。<laughs> この作品にかける思いはもうこれで分かったと思います。よろしくお願いします。<laughs> 気合が入っておりました。続いて大谷奈さんお願いいたします。はい、会社役を演じた大谷奈です。えー、ああどうも <laughs> ありがとうございます。すみませんちょっと風邪を引いてしまいお聞き苦しいかと思いますが、ちなみに。 のの髪の毛は嘘です <laughs>、うん、いいでしょう <laughs> えっとです、ね、長いシリーズであの本当に今日舞台挨拶のことをたまに撮影中に想像しながらずいぶん先のことだなと思っていたら今日という日が来ました、えー、オールキャストをここに登壇できることを非常に嬉しく思います皆さんありがとうございました ありがとうございます続いて堀本義則さんお願いいたしますはい大田らをやらせていただきました堀本です、えー、ありがとうございます、えー、今日はですねちょっとあの寂しい気持ちとワクワクした気持ちで今日を迎えました、えー、この壇上に立てることを光栄に思っておりますありがとうございましたありがとうございますでは次に田尻重和さんお願いいたします、えー、山崎博道を演じました田尻ですよろしくお願いします今日は 今日はお忙しい中あのご来場ありがとうございました短い機会ですけどよろしくお願いしますありがとうございます続いて塩塚光平さんお願いいたしますはい、えー、皆様朝早くからご来場本当にありがとうございます、えー、三木屋慎二役の塩塚光平と申しますえっ、ー、とーよかった拍手が来た <laughs> ありがとうございます、えー、本当に素晴らしいスタッフと キャストに恵まれた作品に参加をできて、えー、幸せに感じております末永く愛される作品にこれからも育ってほしいなというふうに思っておりますどうぞよろしくお願いしますありがとうございますそして今回初めてのご登壇ですね藤木義勝さんご挨拶お願いいたしますどうも、えー、口山横を演じさせていただきました藤木義勝です 今回僕ら整備班もちょっとあの第2小隊の援護に回ったりして暴れさせてもらったりしてました、えー、今日は整備班員たちを代表してここに立ってます、えー、ありがとうございましたありがとうございます,います続いて千葉茂さんお願いしますえ皆さんこんにちは <laughs> え千葉茂です、えー、千葉茂雄役の千葉茂です、えー、いつもだったらあの制服としてえ整備服を着てるんですけどもね今日えちょっと整備服着忘れましてえこんな格好になっちゃいました、えー、だもんでちょっと気が抜けてますはい。えー、しかしまあえこれからですねえまあ皆さんまあご覧になりました、えー、これからもえ特殊兄か整備班えまだまだ頑張っていきますので皆さんえこれからもえ応援の方よろしくお願いいたします ありがとうございます。